期待してるけど、そんなわからない。あ、なんか今これ、こう、ダッパー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 、皆さん、こんばんは。今日は、YTT の会議でございます。笑いと感動を運ぶ笑点のエース、まむしの安文でございます。はい、ちょっと待って、心の準備できてないから。そういう、あれちょっと編集してくれるから大丈夫。そういう、何を言ったの？8しかないやん。いやいや、ちゃうよ。何を言ったの？自己紹介。え、俺トリオ。自己紹介。あ、編集してくれるから大丈夫。難しいよ。YTT っていうのはヤマトトラディショナルトレイルの略ですわ。トラディショナルっていうのは、伝統的っていう意味で、まあヤマト平野といえば昔から、まあ、都があって多くの人がこう往来してた場所で、トラディショナル、まあ伝統的な道がたくさん残ってるということで、そういう名前をつけたっていうところですね。はい、ヤマトトラディショナルという YTT。 はい、チームではなくて、山に、まあ、走ったりとか山登りとか、そういうふうなこと、まあ、イベントを通してもそうなんですけども、まあいろんなボランティアさんとかもこうイベントすると集まるじゃないですか。何か山を通じてこう人と人とがつながるような、うん、そういうイメージのものだと思ってます。はい、これ全部欲しい方です。あれは鳴りやむ。結構もう真っ赤やな。ここに書いてあるところは僕飯食えんのじゃん。いや、それはもう食べてるから。おはようございます。今日は2022年9月4日日曜日、天気は快晴でございます。先日から雨予報で悩まされておりましたが、今日は見事に快晴でございます。今日は晴れ男がいますね。誰でしょう。多分この動画撮ってる人が晴れ男、雨男、返上で晴れ男らしいです、ね。今日はなぜ、今日は奈良県飛鳥村大志の湯の駐車場に来ております。なぜここにおるかといったら、今日は我々ヤマトトラディショナルトレイル 33K の開催日でございます。最後に開催した日から3年、待ちに待って3年経ちました。今日はこんないい天気の中で開催できます。ではブース紹介からいきたいと思います。YTT とは切っても切れない縁の昭和メリアス、オレノさん、
アームスリーブがあって、オレノさんの今商品説明の最中この滑らないソックスね、滑り止めがこれがいいんです。靴と足が一体化して坂道でロスがパワーロスがない。ラウンドタイプから5本指タイプ、いろいろございます。そしてこのアームスリーブは紫外線 99% カット、そして接触冷感、冬は暖かく夏は冷たいという商品になってます。今日は特別価格で販売です。はい、では次行きましょう。これが、皆さんおはようございます。おはようございます。今日の受付でございます。皆さん手伝っていただくスタッフさんです。お願いします。はい。まあ、知らないです。ではミスター YTT こと、はい、中川健太。あ、せや、上あたりは頭。よろしくお願いします。あ、そうやった。そうそう。あ、彼は身長が2メーター50センチありますので。そして今日は特別にこのゼッケンですね。こうありますね。これが T シャツをデザインしていただいた戸塚の走る書家さんちゃんの書でございます。三栄さんですね。今回のイベントで、まあ、皆さんつけていただいておりますゼッケン、デザインさせていただいたんですけど、まあ、このデザイン、ベースとなってるのはまあ、この YTT のロゴ、今回のデザインもね、このロゴベースでプラス、まあ、皆さんに事前に教えていただいておりましたニックネームを書き加えるのと、やっぱりね、一人一人の皆さんの安全と、まあ、皆さん楽しんでね走っていただけよう、まあ、そんな願いもね、祈りも込めまして、丁寧に書かさせていただきました。はい、YTT はね、ほんまに倒れるスタッフもそうですしね、エイドの質も高いですね、食べるものの。ほんまに楽しいイベント、まあ、ここまでね、準備してくださったね、スタッフ、ほんまに大変やと思うんですけど、ほんま素晴らしいイベントをね、やっぱ継続してこれにして持続させるって並大抵のことじゃないと思うんで、そういうね、方や方への感謝も忘れてはいけないと思います。まあ、その中で思う存分楽しんでください。今日は行けなくて申し訳ないです。こっちからね、応援してますんで、まあ、皆さんどうか良い山旅を、いってらっしゃい。音葉山観音寺さんのお札もいただいております。安全を祈願して、はい、めちゃめちゃ盛りだくさん。そして今日のスポンサー協賛で、大塚製薬株式会社様から、ポカリスエットとミネラルウォーターをいただいております。ありがとうございます。そして公式 YouTube、 YTT 公式 YouTube、 それいいそれいい、無駄マン、いやいやそれいい、はずいはずい、何言うて出すんじゃん。いや、言うてね、言うてありがとうございます。ぜひご覧ください。見てますね、もうね。いやいや、あ、そうやね。これ見てる人はもう知ってるから。そしてまあ、今日のボランティアの面々でございます。ごめんます、よろしくお願いします。まあ、ちょっとでは今日はどんな一日になるか、絶対楽しい一日と思います。皆さん動画をご覧あれ。ウドちゃんが言ったのは、ウドちゃんの指長いから、はい、それに合わせてもう一つ上上げるかっていう話があったんですけど、でも爆走するわけです。誰も写真撮ってもらえない。撮ってもらえない。早速今日はここで買った靴下で走ります。ありがとうございます。オリジナル、すごいなこれ、オレンジマンさん。ありがとうございます。今日ちゃんと T シャツも買いました。
アッキーアッキーはい、はい、はい、ありがとうございます。いただきます。ホーリーはいいの？マムシマムシマムシ出たがるやな。いや今日持ってきてくれるかなと思ってた。期待通り。実はあの忙しい中あの YTT33 系に来ていただきありがとうございます。皆さんの日頃の行いで今日晴れておりますので、まあでも途中でどうなるか分かりませんがよろしくお願いします。で、実はこっちの方です。じゃあ今からブリーフィング始めます。うちの代表の中川健太に代わります。皆さんおはようございます。皆さんの行いがいいせいか今日は晴天で、めちゃめちゃ晴れてよかったです。ただちょっと暑くなりますので、あの気をつけていきましょう。ですね、まずですね、今日はあの3年ぶりというあの開催で、今日は4回目ですね。はい、あの YTT33 系にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。3回、ルミネーはい、で、ミネさん、ミネさん4回、すごいですね。はい、会議員の、はい、氷室みっちゃん、はい、ありがとうございます。はい、うまいな、うまいな、はい、はい、どうも初めましての方も何回も参加していただいている方もおられると思いますけども、YTT のみつおっちゃんと呼んでおりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。トランさんで来ていただいてまして、ちょっと一言いただきたいと思います。エナジー西出さん、実家人間奈良県すみます芸人、エナジー西出さんでございます。よろしくお願いします。あと奈良県住みます芸人ギッテリンジンのエナジー西出です。ちょいちょいこのヤマトトラディショナルトレイルのチームで練習とかもさせていただいてるんですけど、あの今日結構あの普段からも走るの好きでトレランとかもやってまして、今日めちゃめちゃ楽しみで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてですね、後輩の吉本から後輩、はい、僕あの NSC35 期黄昏の森、森島と申します。おはようございます。あ、森島は毎年関西マラソンで吉本の、フルマラソンで毎回何回ぐらい走ってます？4回ぐらい走ってますね。もう、ベストタイムは3時間50分ぐらい、サブ4で。今日はトレラーは初めてです。いや、さっき確認したやろこれ。さっき確認したでしょ。初めてです。初めて、いや、ちっちゃいこと言わんでね。大丈夫です。全然大丈夫です。でも今日初めて あのトレランが、はい、この大会で、はい、めっちゃいい思い出で、めっちゃいい思い出で、まだや。終わってからや。よろしくお願いします。はい、そして、奈良県勝手に住みます芸人のサルインくんです。よろしくお願いします。はい、奈良市在住、近所の飲食店は鹿せんべい屋さん、サルインです。お願いします。僕もトレイルランめっちゃ好きで2回だけ走ったことあるんですけど、自分でエントリーしてね。いや、1回はあのリタイアとかしちゃったり、最近3ヶ月ぐらい前ちょっとリタイアしちゃったんで、今回そのリベンジのためになんか BS の平日10時ぐらいにやってるあのトレイルランの特番全部録画して全部見てきました。絶対完走するぞ。
とにかく盛り上げメンバーで、でも真剣にね、走って真剣にやってください。やりたいと思いますんで、コミュニケーション皆さんとって、聞かせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。柏原市にあるヨセミテさんのオーナーさん、トヨタに行っております。はじめまして、柏原でヨセミテというお店やっております、トヨタと申します。そしてその中でも生産量が一番多い高陵町の、昭和メリアスさん、昭和メリアスさんは、オレノというブランドでスポーツソックス、特にランニングとかに特化したものを作っておられます。そこの、ノーマルさんに今日は走っていただくんで、ちょっと紹介させていただきます。じゃあノーマルさんお願いします。おはようございます。隣の方でちょっとブース出させてもらってる、オレノのノーマルと申します。よろしくお願いします。靴下を作ってるんですけど、今回は靴下じゃなくてアームスリーブということで、なので、じゃんけん、はい、じゃんけん、イエーイ、イエーイ、じゃんけんしてもらいましょうか。じゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、はい、行こうでしょ。ブリーフィングは以上ですね。皆さん本日は怪我ないように。すいません、ちょっと言うの忘れた、ごめんなさい。このね、黄昏の森島なんですけど、川西市長出身なんですよ。あ、以上です。三宅町の人います。はい、おい、おい、じゃあもうずっと一緒に走ってたけど、どういうことやね。これだけちょっと言いたかった。マジっすか。ジムに10、9、8、7、6、5、4、3、2、1